ジオーバニロチェルソはアルゼンチンロサリオ出身のサッカー選手。アルゼンチン代表。プレミアリーグトッテナムホットスパー FC 所属。ポジションは攻撃的ミッドフィールダー及びセントラルミッドフィールダーである。2010年に CA ロサリオセントラルの下部組織へ入団。2014年には2軍へ昇格。トップチームデビューは19歳の時にホーム悲願手で、 アロシートにて2015年7月19日に行われた CA ベレスサルスフィールド戦で78分に交代出場した試合がデビュー戦で結果は引き分けに終わった。次の出場試合は2015年8月1日に行われた CA サルミエント戦で初めてマルコルベンのゴールをアシストした。試合は1から1の引き分けに終わった。 2016年7月26日、フランス・パリ・サンジェルマン FC と5年契約を締結したが、同年12月31日までは、フルス・ロサリオ・セントラルに期限付き遺跡の形で残留しプレイすることになった。2018年8月31日、スペイン・レアル・ベティスに買取オプション付きの期限付き遺跡。10月4日、ウエル・グループステージ2節。 デュドランジュ戦にて加入後初ゴールを決め、さらに次節 AC ミラン戦では1ゴール1アシストの活躍を見せた。11月11日、カンプノーでの FC、バルセロナ戦にてラリーが初ゴールを決め、首チーム相手のアウェー勝利に貢献した。2019年4月16日、レアルベティスは買い取りオプションを行使し、ロチェルソと2023年までの契約を締結した。 ことを発表した。1シーズンを過ごしたレアル、ベティスでは通算46試合に出場し17ゴールを記録した。2019から20シーズン2019年8月8日、遺跡交渉が多少難航したものの同胞のマウリーシをポチェッティの率いるトッテナムホットスパー FC に買取オプション付きの期限付き遺跡。2019年8月17日のマンチェスターシティ。 FC 戦の85分にエリクラメラに代わって途中出場し、プレミアリーグデビューを果たしたが、9月頭の代表戦で負傷し、10月下旬まで離脱を余儀なくされた。チャンピオンズリーググループステージレッドスター戦で移籍後発となるゴールを決めて勝利に貢献した。2020年1月28日、トッテナムホットスパー FC は買い取りオプションを行使し、 ロチェルソと2025年までの契約を締結したことを発表した。7月15日、リーグ36節入滑する戦にて、リーグ戦初アシストを記録し、勝利に貢献した。2020から21シーズン10月1日、UEFA ヨーロッパリーグ予選、マッカビハイファ戦にて、シーズン初ゴールを含む2ゴールを決め勝利に貢献した。11月21日、 リーグ9節マンチェスターシティ FC 戦にて65分に途中出場するとわずか35秒後にゴールを決めプレミアリーグ初得点を記録したアルゼンチン23歳以下代表を経て2017年11月11日ロシア戦でフル代表デビュー2018年ワールドカップでもメンバー入りを果たした2018年9月7日グアテマラとの 親善試合でフル代表初ゴールを決めた。2019年コパーアメリカにも出場しベネズエラ戦でゴールを決めている。ありがとうございます。